後藤輝樹 DIY です、このユニバーサルボードをこう発泡なんでも板 A2 サイズですか、はい、サイズ12mm、600mm、420mm、60cm、42cm、この大きな発泡スチロールと、このクッションタイムアルミ流し台シートというのを、この 60×200cm を使って、この流し台のに置く板みたいなのを作ろうかと 思いました。はい、ちょっとこれから作っていきます。止めます。はい、後藤輝樹です、完成しましたが、ちょっとこれ眩しすぎて、こう目がチカチカして、ちょっと使い物にならないみたいなところあるんで、ちょっとなんかします。ちょっと対策します。はい、ちょっとこの目が眩しすぎます。ちょっと眩しいんで、これをくっつけたいと思います。100円ショップです。最終的にこういう形になりました。レンガ調です。なぜか、まあミッフィーちゃんはあれ貼ったら、剥がすと透明だったんですよ。白だと思ってて、まあミッフィーちゃんでいいやと思ってミッフィーちゃん買ったんですけど、透明で貼ってもこの眩しいキラキラがね全然軽減されてなくて、もう泣きそうになりましたね。せっかく買いに行って、貼ってダメで、また二度電話だみたいな。もうね、だからそのはもうこの動画も本当お蔵入りになるとこだったんですけど、本当ね、本当ね、もうだからもうへこんでて、そのミッフィーちゃん貼ったところこんな感じになっちゃいました。もう動画も撮る気力なくて、もういいやみたいな。ねえ、もうね、その時はもうご飯食ってね、寝ましたね。で、一応記憶が回復して、やっぱやろうと思ってこれを買ったわけです。このシート、アルミシートみたいなあったら、まあ、ダイソーでこれ売ってたんですけど、これ買ったところ取ってないのはもうやる気なくしてたんで、取ってないんですけど、で、一応これ貼って、まあ、こういう形にしました、一応。なんかね、こう、空気入ってるわけです。空気が必ず確実に入ってるってわけじゃないですか。なんかこう、やっぱ、もう浮きます。まあ、しょうがない。なんか、こういうのありますけど、まあ、こんな感じに仕上げましたよ。ほんとね、心折れましたね。こんなん作るのでも。こんなん作るのでもね、心折れましたね。別にこのレンガ調が好きじゃだったわけじゃないですけど、一番マシだったんで、もうね、ミッフィーちゃんでね、失敗したんでね、なんか、よくよく見たら透明って書いてあったんで、もうそういうところちゃんと見ましたね。これ透明か、透明じゃないかみたいな。はい。だからね、ちょっと本当にね、まあ何度かね、心折れることあります。こんなんでも。こんなん作るのでもね、本当心折れて、本当ね、放心状態になりましたけど、みんなもね、なんか、心折れることとか、しんどいことあると思うんですけど、まあ諦めずにね、最後まで頑張ってほしいと思います。そうするとね、よくやった自分、やったぞと。達成感得られると思います。まあ、こんなんでもね、はい、ちょっとどういう感じ、これ使ってみてね、どんな感じなのかよくわかんないですけど、はい、諦めないで頑張ってほしいなと思います。すみません、ちょっとダラダラと思って、これも本当にお蔵入りする動画だったと思うんですけど、一応、はい、なんか撮った時、あれなんでこいつ、前となんかこのここが違ってるぞ、前でこんなんじゃなかったり、なんでこんなレンガ調になってるんだみたいなのがあってもあれなんで。一応撮りました。ということで後藤輝樹 DIY でした、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。お前ら愛してるぜ。